皆様、うがみ油 YouTuber の金目秀人でございます。はい、ここ鹿児島県沖永良部島からお送りしているわけなんですけども、南国沖永良部と言われましても、もう12月に入って、やっと冬の様相を呈してきたみたいでございます。今日は風がビュンビュン吹いて、さっぷりさっぷり一日でございます。まあ寒いといっても、さっき気温を見てみたら14度ありましたので、内地の方からしたらどこが寒いねんって思うと思いますけども、もう僕も島の人の体になってしまったみたいで凍えております。まあそんなことはさておき、今日の動画ではいつもと趣旨をちょっと変えまして、私金目秀人のおしゃべりで一本お届けしたいなと思います。この YouTube チャンネルなんですけども、もう早いもので立ち上げから4年も経つみたいですね。最初は適当に動画アップしてたんですけど、まあ最近になってちょっとやる気を出しまして、週に1本ぐらいは動画アップできたらいいなと思って頑張ってるところでございます。しかし僕は気づいてしまったんです。この4年間で私金目秀人の素性を明らかにしていなかった。まあ牛のことばっかりアップするのもいいっちゃいいんですけども、やっぱり動画の投稿主がどんな人間なのかっていうのをちょっとでも知ってもらった方が、皆さんも動画を楽しんで見れるかなと思いました。そこで今回は金目秀人の半生を赤裸々に語っていこうと思います。まず鹿児島県沖永良部島に今住んでるんですけども、ここで生まれ育ったわけではありません。実は兵庫県尼崎市というところで生まれ育ちまして、場所で言えばここですね。兵庫県といっても大阪市に隣接してまして、で、工業地帯ですね。空気も悪けりゃ柄も悪い、そんな町です。電車で10分も乗れば梅田に着くんで、まあ僕も大体遊ぶのは梅田でしたね。そして有名人で言えば、あのダウンタウンのお二人を輩出した町として結構有名になりました。まあ昔は相当柄は悪い町だったんですけども、今ではそうではなく、なんと関西の住みたい町ランキングで上位になるほどの素敵な町になってるみたいです。そんな尼崎市の4人兄弟の末っ子として僕は生まれました。兄弟は上から姉、兄、僕で、ほぼみんな年子で、年が近かったんですね。ですので兄弟というよりは友達同士みたいな仲良し兄弟でした。で、父親は家にいなかったんで、母親の稼ぎと、そしておばあちゃんの年金だけで、4人兄弟が育てられまして、まあ貧乏な暮らしでしたね。僕なぜかよく勘違いされるんですけども、あんたええとこで育ってええ大学出てるんやろ、全く違います。実際は柄の悪い町の貧乏一家で育った中卒野郎でございます。そんな僕はどんな少年だったかというと、まあ頭も良かったし、運動もできたんですけども、どうも言葉を話すのが苦手で、多分喫音症だったんですけども、まあ大人からはおとなしいねとか言われてたんですけども、喋れないだけでした。でもそんな僕を救ってくれたのがロックミュージック。聴くのもすごい好きで、でギターにドハマりして、ずっとギター弾いてましたね。そしていずれ作詞作曲もするようになって、言葉で自分を表現するのは苦手やったけど、でも音楽で自分を表現するっていう、そんなやつになっていきました。若い頃はもうロックバンドを組んでずっとライブばっかりしてた、そんなやつです。で、本気でロックスターになるぞって思って頑張ってたわけなんですけども、夢叶わず、バンドは解散してしまい、で全てを失ったような気持ちになった僕は、何をち迷ったか沖縄に1年間住んでみて、自分探しをしてみたり、でその後は大阪に戻って普通に働いて、普通に結婚して、普
通の人間になろうっていう努力をしてみたり、いろいろ瞑想してました。でそんな時に起こったのが東日本大震災です。僕は大阪にいたんで直接的な被害はなかったんですけども、でもやっぱりテレビから流れる悲惨な光景とかを目の当たりにすると、やっぱり精神的にショックを受けましたね。それを機に僕はこのままで自分の人生いいんかなとか、幸せって何なんやろうっていうのを真剣に考えるようになりました。ほんで考えて考えてたどり着いた僕の答えが、沖永良部島で農業をするっていう答えでした。それから何年間か準備期間を経て、晴れて2015年の11月、今から6年前なんですけども、こちら沖永良部島に移住することができました。移住する時の苦労とか細かい話はまた別の動画でアップしようかなって考えてますので、これから移住したいなって考えてる方とか、ちょっと移住に興味あるなっていう方は楽しみにしていてください。そして晴れて移住した僕はこうやって黒毛和種の繁殖農家になったわけです。非農家出身で農業もあんまり見たことがないっていう人間が就農するっていうのはめちゃくちゃハードルが高くて、しかもこんな畜産なんかまあ無理だと思ってもらって結構です。おすすめは全くしません。僕も実際たまたま慣れただけです。そして畜産業の合間に選ぶネクストファーマーズという農業の団体を立ち上げさせていただいて、そこで代表を務めさせていただいております。この団体がまたクソ面白くて、いろんな面白いイベントをやってますので、これもまた違う動画で紹介しようかなと思ってます。そしてその合間の合間に音楽の経験を生かして PA のお仕事だったり作曲のお仕事だったりもさせていただいております。その合間の合間の合間にアザの活動、アザっていうのは集落のことですね。アザの会計を任されたり、あと前にアップしました大蛇踊りっていうのも集落活動なんですけども、そういうのに携わったりもしています。はい、皆様いかがだったでしょうか。僕のことを少しでも分かっていただけたでしょうか。まあ、こんな風にね喋る動画もアップしていきたいと思いますので、皆様お付き合いをよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でお開きにしたいと思います。皆様さようなら。